広島市中区の旧市民球場跡地イベント広場のピースプロムナード沿いで行われた植樹式には、サミットで G7 首脳のパートナーをもてなした岸田総理夫人の裕子さんと、広島サミット県民会議を代表して広島市の松井市長らが参加しました。植えられたのは広島市役所の敷地内で被爆したソメイヨシノを接ぎ木して育てた被爆樹木の2世です。サミットに開催にあたり、広島の皆様には本当にたくさんの応援をいただきました。皆様の温かいおもてなしの気持ちは各国の皆様にもきっと伝わったと思います。どうぞ。続いて G7 首脳パートナー5人の署名が入った樹木の説明板の除幕式も行われました。平和への思いと被爆の参加を受けながらね、立派に育ってますよということをね、後々の人にも見ていただけるとありがたいなと思いますね。 G7 広島サミットの一連の行事は今日で一区切りとなりますが、今後記念誌の発行や関連する品々の常設展示などが続きます。